体皆さんはこの橋の上から海を眺めるんですが、下からこう上に眺める紅葉ってものすごく視野が広くなって迫力があって、うわ包まれるみたいな感じですね、うん、あ包まれてる。でもこんなに大自然が紅葉のトンネルですね。すごい綺麗。木下くぐりますので、あたし頭当たんないからこれ大丈夫。いた、大丈夫だよ。いた、はい、あーすごい。目の前に広がる紅葉を間近で楽しめるのも神のならではです。さらに奥に進んでいきます。さっきのねちょっと狭い空間から見る紅葉も良かったんです。ここは開けたところになってくるので、いやーすごい、本当に一面に綺麗な、もう絵のような360度、紅葉です。うわで、ロマンキの山ってはもっとこういう岩肌とかも見れたりとかして、これがいいかなと。すごい岩肌が見えてて、うん、そんなところにこうやって木々が生えて、何百年も経ってこの木が育って紅葉して。